川上プリンセス。川上プリンセスは、日本の競争馬、繁殖品馬である。2006年の優秀品馬、オークスと、秋華賞に優勝した。川上プリンセスは、牧場ゆかりの血統から、繁殖品馬としての将来を嘱望され、生産牧場の所有馬として登録され、三井市長、現、新平課長、 川上のプリンセスになってほしいとの願いから命された JRA の馬名登録上は冠名お姫様となっている。2006年2月26日、阪神競馬の新馬戦でデビュー。9番人気と評価は高くなかったが、本田優を背に逃げ切りで勝利する。時走の君取ラン勝でも6番人気ながら勝利する。ローテーションの適合により大花賞は登録せず、優勝品は オークスを目標に、トライアルのスイートピーステークスに出走すると、直線で鋭く抜け出して3連勝。一気に、優秀品馬、オークスの有力候補となる。本番の優秀品馬では、大賀賞の2着馬で、竹と余安城のアドマイアキス、その大賀賞で優勝したキスプトヘイブンに続く3番人気に、支持される。道中は、中段外目で先頭から五六番手を追走し、 直線では前を行く、朝日ライジングをかわして先頭に立つと、不再地パンドラの追撃を抑えて一着でゴールした。無敗での優秀品馬、オークス聖波は、クリフージ、ミツマサ、ミスオンワードに次ぐ四十九年ぶり史上四頭目のことであった。父のキングヘイローにとっても初の g i 三区となり、スイートピーステークスの出走馬からは、前身のスイートピー賞を含め、初の優秀品馬、 オークス優勝だった。そして2冠を目指しての秋は、トライアルに出走することなく、週刊賞に直接出走。それでも最後は粘る、朝日ライジングをかわして、無敗での週刊賞優勝及び、貧馬にン馬となった。無敗での同競争制覇は、ファインモーションに続き、史上2投目で、優秀貧馬、オークス、週刊賞の無敗の2冠は、史上初であった。 コバトの初対戦となったエリザベス上杯では GI の出走としては初めて一番人気に支持された。レースでは道中は後方に控え、第四コーナーから最後の直線にかけて一気に追い出し、1位で入選した。しかし審議の結果、最後の直線で山ニシュクルへの進度妨害が認められ、12着への降着処分が下された。この時、安状の本田は、俺から、 南方制裁金を取ってもらっても構わない。でも、馬は勘認してやってくれ、と採決委員に懇願したと言われている。ちなみに、日本の GI1 位入選馬の降着は、1991年、天皇賞、秋のメジロマックイーン以来15年ぶり二度目である、くしくも、メジロマックイーンに走行妨害を受けた、プレジデントシチーに起乗してたのは、ホンダだった。 この年の JRA 賞で最優秀3歳品馬と最優秀父内国産馬に選出された。2007年はビクトリアマイルから始動。2007年2月をもって調教師へ転校するために引退したこれまでの主戦機種、本田優に代わり竹孝志郎が騎乗。一番人気に支持されたが、馬体が絞り切れていなかった上に、 久々の出走が響いたのかスタートで出遅れ、直線でも伸びをかき10着と大敗、デビュー以来初めて束に先着を許した。続く宝塚記念では、4コーナーで先頭に立ち、見せ場は作るものの、先行場が崩れる、厳しい展開で粘り切れず6着に敗れた。しかし、3歳品馬で、同年の東京優秀、日本ダービーに優勝した、ウォンには先着し、意地は見せた。 その後、札幌記念に向けて、札幌競馬場での調教中だった7月26日に、右第一施設手指骨を骨折していることが判明し、高秋牧場で療養することになった。当初は、約1年の休養が見込まれていたが、12月中旬に乗り運動を開始した。5歳となり、4月2日に立東トレーニングセンターへ帰給した。そして、 5月31日の金ャ地賞に出走し、故障、長期休養明けに加えボバ相手であることから5番人気にとどまったが3着と検討した。6月12日には第48回宝塚記念ファン投票の最終結果で7位となる33,640票を獲得したことが発表され、6月29日の宝塚記念への出走登録を行っていたが、 6月23日に軽度の筋肉痛のため大事をとって回避することが発表された。夏は放牧に出されずに立冬トレーニングセンターで調整された。秋は横山則博との新コンビで不中品バステークスから指導し一番人気に支持される。レースでは直線早めで先頭に立ちそのまま押し切りを図ったがゴール目前でブルーメンブラッドに刺され2着に。 続く、エリザベス女王ハイでも一番人気に支持されたが、リトルアマポーラを捕らえられず二着に敗れた。続く、アリマ記念では二番手でレースを進めたが、最後の直線で伸びきれずダイワスカーレットの七着に終わった。2009年は2月21日の京都記念から始動、二番人気に押されたが、四着だった。 続く4月5日の大阪杯ではスタートで出遅れたものの最後の直線で後方から追い込んで3着に入った。そして5月17日のビクトリアマイルでは2番人気で出走。後位から競馬を進めるも直線で伸びあぐねて8着に敗れた。休養を挟み10月18日の府中品バステイクスに1番人気で出走。 先段から直線で一旦先頭に立ったが失速し6着に敗れた。最後のレースとなったエリザベス女王杯は大逃げを打ったクイーンスプマンテとテイエムプリキはさらにブエナビスタにも離され9着に終わった。11月17日にオーナーの上山浩二と調教師の西浦和一が会談し引退が正式決定。 翌日の11月18日に11月19日付で競争は登録を抹消することが発表された。今後は三井市川上牧場で繁殖品馬となる。2010年5月23日の東京競馬場第12競争として行われた JRA プレミアムレース東京クラウンプレミアムの投票で当馬が最多得票を獲得し、 川上プリンセスメモリアルの副名称を付与し、施行することとなった。繁殖品馬となり、2010年はディープスカイと交配したが、不受胎となった。2011年はコマンズと交配して受胎し、2012年3月14日に品馬を出産した。成績は2017年8月8日、現在出展、ジャービスサーチ。 1>, 1位入選公着。父のキングヘイローは、世界的な超良血である。詳しくは、キングヘイローの項目参照のこと。また、母の鷹のセクレタリーは、父に、米参官馬シアトルスルー、母夫にもまた、米国参官馬のセクレタリアとを持つ、良血で、この配合は A、P、インディと同じである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。